皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回ですね、Amazon のタイムセール祭りやってますので、おすすめ商品っていうのをいろいろご紹介をしていきたいと思ってます。ただ今回カメラの関連のアイテムなんかもご紹介してますけども、別のですね、ちょっとこの夏にですね、おすすめなこういった商品どうですかっていうところもご紹介してます。よかったら参考にしてみていただけたらと思います。これからですね、いろんな、おすすめの商品出てきたら Twitter なんかでつぶやいてもご紹介していきたいと思ってます。よかったら参考にしてみてください。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、ではまず一つ目の商品なんですけれども、 K&F コンセプトから出たこちらのカメラバッグになっております。こちらはですね、 15% 割引になってまして、さらにですね、ここ1000円オフクーポンがあるので、14,000 円ぐらいでですね、買えるものになっています。これかなりおすすめなんじゃないかなというふうに思いますね。はい、こういう風に三脚つけられたりとかですね、もうおしゃれですし、機能性も抜群ですね。私が持ってるやつの最新型っぽいですね、カメラバッグになってまして、こっちの方が個人的には結構おすすめかなっていう風に思ってます。私が持ってるやつよりですね。で、こういったカメラバッグもいいんじゃないかな。カラーもですね、バリエーションいろいろあるので、こういったところを選んでいただいたら、個人的にはこのグレーが一番いいんじゃないかな。ブラックでもいいですけどね、グレーとツートンの色でもいいんじゃないかなというふうに思います。例えばこういうふうにバック、このグリーンもいいですね。はい、三脚もつけれるし機能性も抜群っていうところで、で防水にもなってて、素晴らしくいいカメラバッグなんじゃないかなというふうに思います。私が持ってるやつはこれなんですけども、これよりも倍近くの価格はしますけども、ただ使い心地はいいかなというふうに思います。評価も高いので、おすすめのカメラバッグになってます。2つ目ですね、こちらがちょっとだけ割引になってるんですけども、フィルムのカメラですね。このコダックのフィルムカメラ7600円になってます。300円ぐらいしか安くなってないんですけども、ちょっとおしゃれなフィルムカメラで、ちょっとフィルムカメラ遊んでみたいなって方は、こういったものもおすすめなんじゃないかなというふうに思います。これですね、評価も高いので、かなりですね、カメラ面白いんじゃないかなってところですね。こういった茶色とか黒とかですね、カラーも選べるので、サンド、セージとブラウン、ブラックっていう形で、フィルムを選んで購入してもらったらいいかと思います。次、3つ目ですね。はい、こちらが卓上の扇風機になってます。これですね、私が持ってるバリュミューダのちょっとちっちゃいバージョンみたいな感じで、こういう風に、はい、卓上用として使えますので、首振りもできて結構ですね、風量も強めっぽい感じになってます。で、評価もね、結構高いんですよね、3221個で。価格がですね、% オフなので、かなりお安めで購入できるかと思いますので、ちょっと、卓上で欲しいっていう方は、こういった扇風機もいいんじゃないかなっていうふうに思います。タイマーがついてなかったので、その分がちょっとですね、どうかなって思ったんですけども、ただそれ以外はですね、すごくいい扇風機なんじゃないかなっていうふうに思います。この季節ですね、かなり蒸し暑くて、大変なので、こういった扇風機あるといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、次ソフトボックスですね。これ私も持ってて今使ってる分になるんですけども、かなり安くなってますよね。25% オフとか、なってますので、この辺もですね、かなりおすすめです。85とかですね、120とかもあるんですけども、85か55どっちかですね、大きい方がいい場合は85とか選んでいただいてもいいかと思います。はい、ボーエンズマウントになってるんでですね、すごく使いやすいですし、畳むのもですね、すごく楽で、こういったですね、グリッドとかですね、ついてますので、この辺もですね、すごくおすすめです。はい、続いてですね、また扇風機なんですけども、ちょっと私がですね、扇風機壊れてしまって新しい扇風機欲しいなと思って探してて、この扇風機いいなって思ったものをご紹介していきたいと思います。これがですね、かなり安いんですよ。 45% オフで9349円になってまして、これはですね、いろんな機能がついてます。イオンが発生したりとか、首振りができたりとか、サーキュレーターのように空気を循環させたりとかですね、DC モーターになってたりとかですね、いろんな使い方できるので、送風モード、イオンで空気清浄、3D 首振り、リモコン付き、タイマーもついて、風量も3段階調整可能っていうところで、これも結構評価21個あるんですよね。21個で、
評価5なんですよね。まあこれも半額なんですね。16,999 円が9,349 円なので、これはかなりお買い得なんじゃないかなというふうに思ってます。はい、最後がですね、あの携帯扇風機になってます。これからの季節ちょっと必要かなというふうに思って、私も1個欲しいなというふうには思ってるんですけども、これがやっぱり評価高くてですね、でしかも15% オフで2,278円、さらに300円のオフクーポンがついて、まあ、1900円ぐらいで買えますよっていうですね、ハンディ扇風機になってるので、まあ、外で撮影するときなんかですね、こういったものがあるといいですし、16時間動作するみたいなですね、触れ込みもあって、こう 108g しかないですよとかですね、まあ、すごくいいんじゃないかなというふうに思うので、結構これからの季節、こういったですね、扇風機あるといいんじゃないかなというふうに思います。1個あると便利ですよね。まあ、外暑いからですね。こういった風量が強い扇風機があるとすごくいいですね。しかも長く使えるっていうところで、はい、まあ、こういった扇風機もあるといいですよっていうところで、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、いろんな商品簡単にですねちょっとご説明していきましたし、こういった商品ですね、よかったらこれからの季節、まあ、必要になってくるかなっていうふうに思って、まあ、ご紹介させていただきました。まあ、カメラ関連じゃないものもですねいっぱいあったと思います。まあ、扇風機とかですね、そういったものもこれからの季節ですね、まあ、例えばパソコンのですね作業の時にやっぱり卓上扇風機あった方がいいですし、まあ、外でですね撮影する時なんかもですね、ハンディのですね扇風機あるとすごく役に立つかと思うので、まあ、活用してみていただけたらと思います。はい、というわけで今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話ししてますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。他にもですね、いろんなおすすめ商品見つかったら Twitter の方でいろいろご紹介していきたいと思ってますので、そちらの方もですねチェックしてみていただけたらと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of